西大和ニュータウン2008年1月河合町は奈良県北桂木郡の町奈良盆地西部に位置する西大和開発株式会社が1960年代から西大和ニュータウンを開発し隣町の菅巻町にまたがる大規模な住宅地を形成している古代の大和国広瀬郡の地であり縁起式内広瀬神社が鎮座し河合大塚山古墳群 うもみきう古墳群など、遺跡も豊富である。2003年に、河合町、王子町、かん町、イカルガ町、三里町、ヘグリ町、安土町の七町を合併し、清和市とする計画があったが、王子町、イカルガ町の住民投票で反対多数となり、合併はされなかった。なお、衆議院議員選挙の選挙区は、奈良県、第二区、奈良県議会議員選挙の選挙区は、 北葛城郡選挙区となっている、池部駅と町役場正門町役場正門、左右の石に、青海地帯の獅子九豆、三層庭園九豆三層庭園河井町役場は、奈良県北葛城郡河井町池部一丁目一番一号に、所在する、近鉄田原本線、池部駅下車徒歩一分、同一敷地内には、老人福祉、センター、セミナーハウスなどがある。 町役場の敷地は、もともと豆山荘と呼ばれる邸宅地であり、日本庭園がある。役場の正門は、大正時代に建築された木製河羅吹の屋敷門で、河合町役場と牧書された木の看板が掛けられており、門の両脇には、青海地帯のライオンのレリーフを施した石が配置されている。門から庁舎までは、緩やかな上り坂となっており、庭園を通って庁舎に入ることになる。 町役場の門とは思えない光景はメディアにしばしば取り上げられ、また町の側もその珍しさを辞任している。河合調子には全国でも珍しい存在との記載があり、町が選定した人気のある名所、河合八景の一つにも役場の古い門が選ばれている。豆山荘は、俵本線の前身となった鉄道を敷設した大和鉄道の創業者。 森本船基地によって大正時代の文字が刻まれているに作られた邸宅である。1937年に森本が没した後は地元財界人の吉川慶松が譲り受けて管理していた豆山とはうまみ丘陵一帯を指す通称である。1948年中学校建設に伴って村役場の移転が必要となった際、 当時の村長は吉川に豆山荘に役場を移転する要望を出した。吉川は快諾し、同年末に豆山荘を譲渡した。以後、豆、山荘、森本千吉宮邸が村役場として使用されるようになった。1971年に調整が施行され、河合町が発足すると新庁舎が建設された。この際に豆山荘の建物や庭の一部は、 撤去されており、王子の1、2から1、3程度の規模になっている。正門は役場の会長、閉庁時間に合わせて開閉するが、庭園は散策可能である。姉妹都市河合町の地は産業、海タ丹の原材料として、マーシャル諸島からの高瀬街や黒町街を使用している。園。その関係は明治時代に遡る。相互の産業振興と、 文化交流を推し進めるため、マーシャル諸島共和国の首都マジュロとの姉妹都市協定を河合町から打診した。河合町では町民の中学生を対象に夏休み期間中のマジュロ市への短期ホームステイプログラムを実施している。詳細は当該時期の町法に記載されている。提携都市委員は、ゆうちょ銀行 ATM のホリデーサービス実施局。町内全域の集配業務は、 王子郵便局が担当している。この他に近畿郵政研修センターがある。奈良県東京小学校、編集中学校、編集高等学校、編集短期大学、編集保育園、編集なお、西日本旅客鉄道、関西本線が法隆寺駅王子駅間で河合町大林電を通過しており、通学館内には変電所が設けられている。このほか、町東部では、 川西町コミュニティバス、川西コスモス号の安田公民館前停留所も利用可能で近鉄か支原線の欠先駅へ向かうことができる。有料道路、編集剣道、編集、流れ山古墳さみた宝塚古墳、ありがとうございます。